カボル構えて通じ落とした、ね、しかしワインにもいるがここは一旦引きます。ただ下がることには成功してホットハンド入れた、後ろ見ている、当たってる、いいダメージだ。ただエンビーが落ちかった、その間にショート進行ハサミですね。いい形になっているジンクス、ディスミス、あとしゃがんで、いやこれは入れないかジンクス頑張れショート、ね、そうですね。メンデルとしてはいい形でプラント成功です。ファーストラウンド、しかもこれジンクス結果的にここに残れたのはかなりいいかもしれませんよ、うん、ヘブン3の動き、ただこれガラス壊れてないと思うんで、そうですね、裏回るのがちょっと難しいかもしれません。タイミング次第ですね。さあ終わった、姿は見ているがどうだ、ジンクス、そしてエンビーがムーゼを落としている。さあ2-1、最後の一人だ、お見事、これはジンクスショートに向かっていきます。ブラックスが取った、生き残れてる、ファーストブラッド、そして光ってるぞ、姿は見ている、被弾が大きい、これは助からないかと思いきや、いやまだ生き残ってる、いやしかしここが2-3、敵、いやしかしスパイクは落ちます、ファントムが取りました、クラシックで落とします。残ってるのは2Gメインです。セカンド取れそうですよ、これ取れそうですね。視界を塞ぐ、さあ当てているか、いやースモークから抜いてみせたフラックス、ツーリフティキャンセル。さあフェンネルショート3、クルズが落ちた、ただバッチが2Gを落とします。ムージーがオールドローンで情報を把握、さあかしかしクルーズがロベを落とした、いいダメージフェンネル、タイミングでスモークが溶けましたね、有利を作りました、3-2、敵残り1名、残ってるのはファントム、ヘッド入っている、少しミサイル削れれば、いやここはスリフティーでお返しだ、スリフティー返し、フェンネルが2ラウンド目、今回 A メインをから来る敵を2人で見ているので、まあ、さあこのリーヤはかなりダメージになっているか、こらえているクルーズ、ファーストブラッド、さあフレオーブ、ここはカーブボールを構えていましたが、ちょうどスモークがたかれてカーブボールが、そうでしたね、打たれましたね。おっとフラックスがタワー下のクルーズを抜いてみせた、体力削れてますよ。そしてここはスパイカメラのダーツが光っていた、 3-4-3、 最後の1人だ。さあラストはエンビー、ニューラフセットが上から強襲バッチ、なんだ今の動きは、見事取り返しましたね。さあこれでフラックスがアルティットポイントを回収、ラグゲーミングが取り返しました。ここにはフラックスが息を潜めている、ジンクスを取った、難しいがカーボール、時間稼いでますね、ロベは落ちましたが、フラックスここに残る選択肢、ただバッチが通じ落とした、これかなりフェンネルきついですよ、ショート入れないし、エンビー取り残されている、フラックスと囲まれている状況、打ち合っていくとカバーが入ってくる、フラックス、そしてもう一人見えてるが、クルーズが返した、十分削りましたね、時間もあまりないですし、ここから設置しないといけないんですけど、もうメイン裏回ってるんですよ、ムーチかなりいい立ち回りです。しかも残っている2人がその韓国人選手のムージーバッチなので、この連携もスムーズに取れるんです、取れますね、ここはバッチが仕留めました、3ラウンド目はここスモークですか、なるほど、かなりこうなるとスポン側を警戒しなきゃいけないんですけど、見れてますね、ロベバレてます、からの矢刺さっている、ブラックスがジンクス落としてロベショートタワーで守っている、しっかり対処しましたね、その間に家の中に入れたんですけども、人数差が生まれちゃったのが、後ろついたロベが返した、これで2-4、これフェンネルかなり苦しいですよ、さあ人数状況は圧倒的不利な状況、彼を抑えるのは正直きついですね、しかしトンボ勝負しに行く必要があります。そしてエンビが抜いていきました、ただここはオペレーターワンショット、ショート、そしてタワーから挟まれている、オペレーターの脅威もあるが、ショート、ここはムーズィラグが追いつきました、これで4-4、作戦としてはフェンネルかなり面白かったんですけど、さあトンボがプラント、さあここでハンターズヒューリーを切ります、さあジンクスがバッチ落とします、そしてショートもカット、トンボがいい仕事、ジンクス完璧だ、残っているのは後方に控えてたムーズィー、ショコルト、いいダメージだ、ムーズィー
うん、ジンクスをカットやられましたが、もう十分でしょう。ただこれは苦しいか。スナイパーライフルもキープできそうないですね。いや落としている。さあリコン上がっていた、挟み込んでいる。いやトンボがいいキルを重ねます。おい一気に入っていったクルーズ。いやこれラフタしているんですよね。いやフラックスファントムとともにこの A サイトを固く守っている。ジンクスはエンプレス起動、エンビ一周振り向いたか。さあただこれスパイク落ちてますからね、固められますよ、ただジンクスファントムついに捉えた。ちょっとバレたのを恐れて出てしまったようですね。エンプレス起動しのディスミス。さあツノツトンボがバッチ落としている。ショート残り1、いや残ってるなフラックス。これラグゲーミング落としたらもったいないぞ。さあ忘れていたこのスパイクを回収することに成功。うわいやトンボ、トンボが抱えています。フラックスが詰めましたね、詰めましたね。ロベとともに前に出てエンビーを落としました。後続は通じがある状況。サイトに侵入していくフェンデル B サイト、クルーザー裏詰めを警戒していますがオールドローを中に回しました。難しいところですね、あまりいい情報を得られなかったので。お、でも結局 B 攻めになりそうですね、なりそうですかね。また通じをこれ楽させるような形でしょうか。さあ姿見えていた、リードを取って折り返すか。ヘッドメーテルがしゃがんでいた、いいダメージ入っている。トンボが取り切った。ファントムがシェリフで落とします。2人いるぞ、ジンクス挟んでいる。形状起動落とした。ここでニューラルセフト、スノースリーか。ここで粘れるか、かなり粘り、通じ間に合ってない。うわ抑える、粘ってるぞクルズ。いやクルズが粘った。通じ遠い距離からの合流でしたが、さあスパイクをここで戻します。うん、ムーディーがその間にディフェンダーサイドを確認している。行けますね。キーとなるのは、そうですね、リコンボルトがどれくらいで上がるのかにはよりますけども、通じパノナイアがあるので中に入るところまではスムーズにいけそうですね。バックサイト2人で守ります。ラグゲーミングメインの可能性がまだ残ってますからね。通じはおっしゃる通りパラノイアが残っています。パラノイアも効果値がすごい長いわけではないので、これをどう活かせるかですね。クラウドバスをリコンボルトで位置変われる。もっとバラバラに戦ってるぞ。ウージーがいいダメージ、エンビーをカット。さらにここはバッチとともに打ち合った。ちょっとエンビー通じの、そうですね、最終 A 攻めになりそうですね。さあ時間をかけたことによってここはラグが、ファントムがこのジンクスを落としました。いやこのミッドワンキル取れたことによってミッドをケアしないといけなくなりましたね。このキルの前にフェネルは若干 B 側に寄っていましたが、これで A 側に寄っていきます。戻りました。さあバッチャルテスト起動している。あとこれはバッジがうまくスタッファイアを破壊できませんでした ね。思わず全ての区内を打ってしまいましたね。さあタワー2の動き、タワー下に2名入ります。トンボがムージー繰り返し早い。さあフェネルダブルキル、そしてツージー打ち勝てるぞ。残ってるのはヘブン2。いやーここも見事しっかり攻めさせましたね。ツージーがこの正面か、そして上から2人がしっかり入ってきました。さあそして山さん、ここでジンクスがエンプレスを起動しました。中で抑える判断ですね。いやただ被弾が大きい。おお、いやここファントム1つ目のキル、いけなかったんですけどね、倒せませんでしたね。フラックスが通じ落としました。どうだフラックス、いい決まり。フラックスクラシック残っているところトンボ、うん、ファントムがいいキル、3キル目。いやフラックスいい立ち位置でしたね。早いなライトバック、カーボル。さあジンクスがムージを落としている。さあジンクスを返してクルーズ、あクルーズが粘る、粘りますね。強いダブルキル、あと30秒。これはいいで人数量つけましたね。バーチオペレーターですし残り時間も苦しいですね。これはセーブになるか。フラックスのダメージが大きい。ブレイズ炎の壁を立てていつ脱出を試みるか、うん、これはもう間に合いそうないですね。しかしここは取り切った。フラックス逃げ場はなかった。ここはバッチ持ってるオペレーターをなんと
とかキープしたいが、フェネラ人数をかけて詰めていく。ただ一つ売るか、これ飛び出しますね。このタイミングで 2G ダブルキル、中央でキャリアダウン、素晴らしい 2G。 ここで負けていたとしてもジンクスがカバーに入れていました。そうですね、そこまで見えてましたね。さあラグとしては 3-on-4 の形。いやースパイクが手前に落ちてしまってますからね、取りに行くしかないんですけども、どうしても取りに行くような動きではバッジは機能しにくいんですよ。ハイミッドにいたオペレーターを所持したバッジ、ここはジンクスが落とします。オペレーターの難しい部分が出てますね。ここを確実に持っていってマッチポイントに残り1名。エンビーがフラックスをカット、メイン読めていたか。あと30秒スパイクを取ることは、フェンネルはスパイクをガミしてないので取ることはできるんですけど、これだけ人数差があると正直設置されてしまってもいい状況ですね。さあキャットウォーク回っていきます。オペレーター、いやどうだこれ、スパイク、スージーも体力は少ないが取り切りました。ここはシャッターが閉まります。ロベガプラント、バチガエビ落とした、しかし返しているフラックス、シェリフの火力が高い。スリオンツー、フェンネルがこのまま、いやいい動きですね。おお、ダブルキルだ。残ってるのはタワーのトンボ。いやしかもこれ持ってる武器がボディです。圧力をかけていく弾幕鳴らし、ここでお遊びライトバック、いやうまい動き、いやフラックスがチームのピンチを救った。この罠にいけるかどうか、いいダメージ、いやファントが返した。トンボのポジション、いい場所だ、飛び込んできた。ツオンツー、これ設置しないと。そうですね、あと10秒、これバッジ重要です。 HP ないけどバッジが抑えるしかないです。いやしかしリーヤが邪魔する、プラントができない、プラントできない、クルズが取り切った。気にしてこうワープゲートを通って寄っているので、このクルズが残っていると、そうですねロング回るしかないですね。あと30秒、さあトンボダブルキル、残ってるのはバッチ、素晴らしい判断です。そしてクルーズが決めました。テレポートから駆け巡るバチが道を切り開いた。さあジンクスがランプ、バッキーを構えています。さあ裏からジャッジを持ったクルーズ、ただここワイヤーあるんですよね。ええ、視界を塞ぐ姿が見えた。ジャッジスモークの上から、いやーこれ難しいところですね。エンビが飛ばした、バッチフラックスがシャワーから、これで3対2の状況、武器は取れましたがクルズ体力がないです。いやお見事、突っ込んでいきます、うん、ここまで明け渡していましたが今回は前目に出ました。ただフラックス待ち構えていた、警戒バッチリできてますね。高速はトンボ、バッチとフラックスでピークしている、トンボ、ただバッチがカバーに入った、自主交換。この間スパイクは B サイト側にある、ここ壁1枚向こう側にいますよね。これバッチが通常切ります。これでサイト A サイトに運んでいく、ファントムがエンビーを下します。のバッチムージの連携めちゃくちゃ良かったです。さあトンボが引いた後からハンターズフューリー、バッチが切った、シャワーには通常も残っている状況。ただムージーがめちゃくちゃ通常のケアができてる、重ねた、通常が打ち勝った。パロイヤ当たってはいますがしっかりとフラックスがケアしてますね、さあ4-4。ただクルーズ、そのクルーズ落としたファントム、タワーそういう形はできてる、ダブルキル、右に引かないか、うん、フラックスがケアしている。残りは裏詰め、エンビーバッキーですか、これ厳しいですね。取りに行ける距離ではありませんが、この武器をキープしても仕方ないので、うん、まあ、落ちてる武器を拾いに行ってキープするのか、まあ、爆風に巻き込まれに行くのかというところでしょうか。そのジンクス、トンボがオールドローンを起動していきました。ジンクス一つ取りました。3-on-4ファントムがここがニューラルシフト、さあどうだ、時間がなくなってきてる、トンボいい時間稼ぎ、取り切った、いやーパラノイア当たってる、いやー残ってるところ取り切りました。通じスリフティ成功、今の銃声だけで釣りました。
クルーズまず1つ取れました。さらにフェンデル続きますが、ロベが通じ落とします。ここのプラントを止めた。スパイクが落ちます。ポジションがいい。そしてトンボがバッツイ。残ってるのはムーズィ。これ間に合わないですね。打ち勝つものの時間はない。これでフェンネルが4ラウンド目追いつきました。ここは一丁つけます。シャワーをロックしている。取り切った。クルーズダブルキル。まさか見えた瞬間狙いましたね。これで A はいけないでしょう。スパイクは B 側に置いてあった。その間にロベはエルボーに侵入している。正面にはトンボ。よく入りましたねこれ。ワンチャンスあるか。ダークカバーで視界を遮ります。地下から降りてくるぞ。バッチがジンクスを落とします。3オン3。さあどうだ。おお。バッチクルーズを取った。いやバッチがしっかり押せてくる。残ってるのはエンビー。窓部屋打ち勝った。しかしファントム B 側を警戒する形になりますね。クルーズ寄りますね。さあ A サイトどれだけかき乱せるか。ただ B3、 いやクルーズが A サイト戻ります。ジンクスがムーズィを取りました。これは大きい。あと30秒。バジ戻した。お見事。いやどうだ、こうなると設置が難しくなりますよ。ええ、打ち勝ったフラックス。ハイチが刺さってるけど人数状況は不利ですが、残っているのはフラックス、うん、上からショーティーで捉えたクルーズ。結構今のフェネルの守り方なんですけど、そのバッジがクラウドバーストテールウィンドに中に入った動きを見せたんですけど、その間にイーバイヤーならどこまで時間稼げるかですね。フラックスがもう先にロンから入りましたね。エルボに侵入。ムーズィ、いやーここは自滅してしまったか。これはやってしまいましたね。さらにバッチもこのジンクスによって落とされているが、残りはロベ。ディフェンダーサイド位置もバレてますよね。おそらく下がった先にはエンビーがいる。取り切ります。いやー、こっちもできますからね。スパイクを設置。なんか攻守逆みたいですね。逆みたいですね。さあラグとしてはここを取ることができれば、まあタイでの折り返しになる。バッチ当たっている。全員体力削れてると。ジクソとしてる。ただ残ってるのはもう1名。トンボのみ。そしてここは窓部屋からトンボ。会場音聞こえてからの勝負となりそうです。ここはかなり丁寧にやってますね。エルボー警戒。いやーここでペイントダウンです。66折り返し。ジンクスがこのランプ2人で固められていますが、いやーこれショーティー、ショーティーですね。ムーズィがカット。ツージがカバーに入るが、ロベ取った。冷静に生き残っている。どうだ。おっと倒しきれない。取り切った。ロベがランプを守っている。そしてパラノイア、これはどうでしょうか。当たっているロベ。いやーしかしトンボがダブルキルで返してみせた。ツオンツー。よーいやー今のショット。トンボなんだそれ。抜擢する。バッチをエンビーがサイトからカバー。お互いなんかランプでの今回のセカンドバイ。おーまたフラックス。本当フラックスのシェリフ強いですね。ワンピック。クルーズを取りました。そしてムーズィーがジンクスを落としましたね。武器差どこしちゃったんですかね。ただそんなムーズィーはツージが落とします。いやーここロベが息を潜めている。目があった。エンビがギリギリ打ち勝った。距離がちょっと遠かったですかね。うん、かなり削りましたよ。いや体力削れてるとあのマーシャルが異様に怖い。胴体打ちで死にます。ファントムがツージを落としました。これで3オン2。うわ当たってる当たってる当たってる。痛すぎるぞ。そしてファントムがとどめを刺した。いやいくら武器が強くてもエンビーのこの体力では逃げられない。バッチなんで取れるんですかねこのラウンド。ラグが解除成功。77。いやかなりこう手狙うショート。ジンクス、ここはロベがファーストだと。こういう2周目でいきますね。ラグが止めている、はい、残り1。お見事。A でキャリアダウン。残ってるのはシャワーのエンビー。いや
行きますかそれ。おお、バッチが取り切った。被弾はない。パーフェクト、パーフェクトラウンドです。スムーズに取れてますね。さあムージーが飛び込んできた。通じ落としましたが、そこに飛び込んでくる。エンビサブは後ろついています。2つ目のキル、残ってるのはスパイクを携えているトンボ。ました、ね、いやバッチがいいキル。やはりこうシャワー側のパ、シャワー側のミスが来ましたね。さあジンクが暴れるか。ただここでアルティメット、ムージーがトンボを取りました。フォンフォー、しかしエンビー、ここもいい仕事をする。ただそれムージー返している。前でどんどん倒していく。ゾーン3フラックス、最後の1人だ。残ってるのは通じ、残り1名。さあワンワンワンです。フェンネルここを取れるか。体力は少ない格好。解除解除、ゲージが上がっていく。ファントムがそこでそのまま解除、8解除か、うん、うまく逃げましたね。いやムージーが来るぞ、切ります。ただローベ、いやー固く守れてますよ。この A サイドの守りが固い。ただエンビージンクスを取れているが、ファントムが返す。 3on2、 いや勝負しますかそこ。いやエンビー2人対面。ここでフラックスがライトバック、スパイク落ちた。 A でキャリアダウン、当たってる。ただ返します。ただ人数状況は不利のフェンネル。そうですね、エンビ体力も削られましたからね。スパイクは逆サイド、あと30秒。ランプ前からはロベ、ただカバーに入った。すかさずフラックス、ちょっと危なかったように見えましたけども、怖かったですね。いやショーストッパーも発動した。フラックス前に出る。2つ取った。 B でキャリアダウン、フラックス強いですね。スパイクがここでドロップしてしまうと、いやこのブレイズが分かっていやがらない。シンビーが落ちちゃった。しい多くても勝った。ただ体力は少ないが、さあ仲間はどこにいる。これで一応得点。ただロベがジンクスを落としました。さすがにこれ飛ぶでしょう。飛びますね。さあ体力状況としてはフルヘルス。ロベ逆にライトシールドの通じとエンビーの体力は少ない。体力の多い通じがどこまで飛ぶ。タワーに乗りました通じ。ここは裏をつけているか。多分かなり早く乗れたので気づいていない可能性もありますね。シュラウドステップの音が聞こえたかどうか。ロベがランプを抜けて、いやーここは警戒するポイントが多いでしょう、ね、ただ生き残っているのが、まあ言うならばロベはそのオーメンなので、ダークカバーを使いながらの解除という手も十分にありえます。さあダークカバー、やはりガチスモークの中からガチ解除横、いやここは解除止めました。エンビー次がアルティメットを切っています。スパイクを設置。さあプラントタイプ入っていったが、ツージーが捉えた。ツージーダブルキル。ただラグは返していきます。3 on 3だが、ここはエンビークルク。こうなると残ってるのはロベになりますが、体力が少ないですねロベ。よー飛び込んで勝ったぞ。いやージンクス、おーギリギリ合うという狙いですね、はい、その間にトンボクルーズ、いやバッチのマーシャル、マーシャル残り、そしてファントム、あ素晴らしい合流して取り切りました。初めて見せるスパイカメラですが見事、うん、エコラウンドだからこそ刺さりましたね。スパイク先ほどシャワニタインビー、ここまで来ていますが、このラグゲーミングがパーフェクトの勢い。手前にはフラックス、あと30秒。エンビーも苦しいぞ。これは裏も来てます。この間にムーズィが追いついてきた。逃げ場はない。スリフティ、ファントムが取りました。スリフティ、サッカーのスリフティプラスパーフェクトラウンドができたので、あと30秒。味方もこれより間に合ってるんですよね。これいや、ちょっとフェンネルきついぞ。ブラックスが抑えた。ファントムもトンボ抑えている。うわトリプルキルだ。エンダーの勝利。さあここは筋肉が血もかなり早そうですけど、おお当たってるぞ。詰めていく。途中でやられた。さらにカットしていたトンボ、A 抜け、そのまま A 抜け。リンクから走ってきた。もぬけの殻ですよこれ、
林道からそのまま走り抜けてきた。タイミング次第ではドローも使える。タワーにはバッチリ。さあここパラノイア、キャンセル。クルズがバッチを落とします。そこでナロベ、しっかりクルズが捉えました。フェンネルがファーストラウンド入っていた。火弾は大きいぞ。さあこれムージーがかなり早い段階で裏取れてるぞ。当たってる。ここはジンクスを落とします。しかもムージー下がることに成功します、うん。ただ体力は少ないぞ。控えていたツージーが来ます。スリーオンスリー。さあここでガチ解除、ブラックスが解除。間違いなくガチでしょこれ。抑えた。いや抑えた。ノーベの解除抑えました。に入った。ただハーフいったのでトレード残っているぞ。バッチリ。うめ。やあ。マーシャルバイからセカンドラウンドクラッチ。甘いよ。引き寄せたのはバッチ。厄介な存在なんですよね。裏を気にしていたらどんどん時間経ってしまいますし、裏取り通った。バッチが返します。トンボ裏取りのロベを落としています。いやこれ、いや狙ってるぞ。クラウドバーストで誰も止めてない。いやーここは解除間に合っている。さあかなり飛び込んできているとムージー。しかしジンクスが惜しかった。いやー惜しかったですね。ムージーチャッジ持っていただけあって倒したかったとは思うんですけど。ディフェンダーサイドから2名飛び出してきている。これファントム隠れてるのに誰も気づいてない。シェルフィード落とした。フラックスヘッドショット。とこれファントムの位置の情報が味方行き届いてないぞ。残っているのは1名ツージー。ショートのポイント、襲いかかってくるラグゲーミングスリフティー。いやーこれは何と取るんだ。ただ明確入っていく。カーボール。ただここにはパラノイアが会心に入っている。さあツージーもステージ前に対してパラノイア打っているが、さあただ奥のラインを取れていないので、いやここは残っているのはクルズのみ。ラグがしっかりここを勝ち切ります。王道パターンではあります。 C の安全を確保したのでこの時点で C 設置。ただこれ裏どうだ。うえジンクス詰めたところバッチが刈り取っている。勝ってしまいましたね。勝ってしまいましたね今のは本当に。フラックス、ただクルズ、スリーオンスリー。ディフェンダーサイド場所は割れている。いやー、ツージー、ムージーも切りました。いやどうですかね、設置はできたんですけど、結構ポジション苦しいですね。そうですね。バジも体力ありません。ただファントム、ガレージ2の動き。いやファントムこれで時間稼ぎできますね。バッチがこれで戻ってきます。敵残り1。いやしかしトンボがバッチ落としました。最後の1人じゃ。どうだ。おお、これはツージー。なんとかラウンド繋ぎましたねこれは。さあファーストラウンドなんですけどね。飛び出してきた。ブラックスを取りました。テールビンドから逃げていく先ムージーが捉えた。角度がちょっと今微妙にずれちゃいましたかね。ここもツージーが前目で守っている。思いたタイミング。パラノイヤ、ファントムの体力が少ない。中央にいたジンクス、裏を取る動きもあったんですがここは B で固まっています。ここは下がりますね。ただバッジがここ楽してキルを狙いに行くんでしょうか。あと30秒、残り時間は30秒。かなりいいポジション入ってる。そうですね、銃声釣りましたね。釣りましたね。これでフェンネルの動きは一気に A 側によりますが、はい、これはまさにコンボがギリギリ走っている。あと C は一応このスパイカメラおそらくそうですね、エンビーのスパイカメラだと思いますが、手前ですね。ここを刺します。チャージ不足だ。位置を見られましたね。こうファントムが位置見られてしまったのがちょっと怖いですけど。ガレージからジンクス飛び出してくるぞ。トンボが打ち勝った。さあトンボダブルキル。10段。まあでも本当にそのスパイカメラで見た位置通りでしたね。ええ、フェンネルが解除成功。ガレージに気力で走っていくムーディー。ブラストバック、パラノイアは刺さっているが、来ましたが、よりも間に合ってます。数字切りました。いいダメージ。フラックス、お一方的に、
いやー、そしてこれバッチが返しましたか、クルズ。これで 3-on-3 の形。いやー、いやー強すぎるぞフラックス。バッチだー、当たってる、残ってるな、エンビ。いやー、ロベが最後取り切った、タイムアップ。カメラが破壊された。このままスパイクとしてはシガーによるか、ジンクス。いやー、ジンクスが今度は B 長ですか。寄っていたバッチを切りました。ただムージーがガレージ取れているので、やられた。さあ、エンビーがこの情報を掴んでいる。トラップアイア光っているところ、カバーが入った。ファントム冷静ですね。これでガレージからもムージーが合流してきました。さあ、プラント成功。どこにいるか分かって、そしてニューラルセルト、キルが 2G フラックスを落としました。4対3の状況を作ったヘンゼル。カバメイヤとうまく合わせれば一方的に中に入れますが、クルズが毒を落として、上から上からクルズ。クルズの画面がもう体力が少ないぞ。エンビは残り体力3。ここでハンターズフューリー、ハンターズフューリーっていく。クルズ、ジンクスを続いた、中をこれで潰した形ですが、おっ、じゃあムージーがいい動き。うわ、トリプルキル残ってるな。ハンターズフューリー打ち切って戻ってきたトンボ。トンボ位置はバレてます。あー、セーブするか、ケアできてると思います。どうだ、時間をかけてるか、バッチが近かった。ここでアルティメットを切って無理やりこじ開けた。ここで C プラント、リンからトンボが流れてきてバッチを落としますが、ここの先にはムッチが待っている。ムージーどうだ。いやー、ムージートンボ。いや、しかし人数状況2対3。いや、どうですかね、フラックスが、ね、フラックスが裏から来てますね。これが間に合うかどうか。かなりダメージ、クルゾン体力が13、削りましたね。パラノイア、最後の1人だ。トンボが惜しかった。ただその後ろから近づいてきているが、ロベが仕留めている。フラックスも後ろ、人数有利は作ったんですけど、武器差は1割。おお、ここで、いやー、これ前に出ていた。いや、通じスモークの中に隠れていましたが、気になるプレーでしたかね。わー、ジンクスの攻めも潰した。これは苦しいぞ、フェンネル。ただクルズはアルティメットを使っているので、あ、スパイク、スパイク落とした。 A でキャリアダウン。そうですよね、スパイクを見た瞬間そこ守りますよね。武器もいっぱい。いやー、クルズ選び放題です。待ち構えているぞ。うわブレードストーム、クラウドバーストを焚いていきます。ゾーン2、詰まる展開。火の箱の上に乗っている。残り、エンビーがカットして有利になった。見えているぞ、無理はしない。あと上つっている。ワンワン、最後の1人だ。ラグは勝つか、どっちの武器信じる。いや、決め打ち。続くところのブレードストームバッチ。さあ、ただここスパイクを拾います。で走りますね。いやー、ジェットミラーマッチ、バッジが取ればラグの勝ち決まりますね。あー、セッチウェイク、あと10秒警戒できているか。いやー、クルズがここ、お互い右クリックはこう、いやー、惜しかったですね。バッジも当てていれば終わっていたところでかすってはいるんですよ。目を奪うわ。さあ、しかし依然ラグはマッチポイント。いやー、アルティメット一気に B 進行。今度もクルズが守れるか。上に乗った、ムージーがバッキーで、バッキーでそこ行きますか。そしてフラックス、トンボ落とした。またしてもフェンネル、ピンチになる。通常落とした。フラックスがここで暴れ回る。どこにいるか分かってる。セカンドチャンスはないのか。残り、残ってるのはエンビー。いやー、お見事、ラグゲーミング。